皆さんこんにちは。最高戦日本プロ麻雀協会するしないブルー河野直哉です。おう、まあ一連の17歩というゲームの説明をしたんですけど、実際にこの3人でやる改良に改良を重ねたこの17歩を実際やっていきたいと思います。かなり覚えるまで難しいんですが、まあちょっと聞いていただければと思います。するしない、まず2人の17歩と違う点というよりも、この17歩は別のゲームと思って最初から聞いていただけるとやりやすいと思います。それではいきます。今イエローもこっち側にねグリーンちょっといるんですけど、見えないと思うんですけど、グリーンと3人でやるので、神ちゃんの席は誰もいないので、神ちゃんの席の、大体どこでもいいです。2枚をこれドラ表ですね。ドラ表で2人のマージョンと違って3人の時はドラは2枚存在します。で実際この34枚から手牌を作るのは変わらないんですが、この3人17歩万が一を作る必要はありません。いかに上がりやすい手を作れるかっていうのはこの17歩の基本ゲームになってきます。今度はなので一回じゃあちょっと手牌をみんな作ってみましょう。で今皆さんが手牌を作っているうちに簡単にルール説明をさせていただきたいと思います。まずこの3人17歩手牌ができたら、基本的にリーチ棒は100点棒です。100点棒を置きます。置いたら手配を変えることはできません。それは手配が完了しましたよっていう合図です。なのでじゃあ僕ちょっとささっさっと手配作っちゃいますね。おう、で僕は手配ができたので、じゃあそれでリーチを打ちました。じゃあちょっとまあイエローやってないんで先に説明しちゃいますね。今イエローがこれリーチ棒を置いて全員が完了しました。じゃあ例えば僕が親からスタートすると、基本的な麻雀のルールと同じで時計回りで回ります。次になんちゃのはるちゃんが打つのは変わらないんですけども、親の第1打、これダブルリーチからスタートします。この親の第1打は2人は上がれません。簡単に言うとリーチを 打つまでは当たり牌が出ても上がれないというルールになってます。なので親番のダブルリーチを打つ人は基本的に危険牌を切ることが多いです。中ちゃん牌、ウーマンだったりローマンだったりチーピンだったり、そういう危険牌を切って自分の当たり牌じゃないのですよ、もちろん。で2人が論牌であってもこの第1話にも当たれません。できましたか？できました。ということで今の説明をしながら実際にちょっとゲームをやっていきます、はい、僕が 親になったということで僕の第1話からスタートするんですが、ここから3人17の特徴、まず1つこの神茶の牌伏せてありますね。これがハイパイを作ったら見れます。はい、じゃじゃん、というふうに今この神茶の牌全部見えました。こっから情報ももらえます。この情報が見えた時にですよ、例えばですが今ペイがね偶然にも3枚ここに見えました。これペイ1枚持ってる人は国士無双に以外にはペイは通ります。ただ国士無双のペイ待ちには当たりますので気をつけてください。あるいは3万が2枚見えてるんで3万自分で2枚持ってる人は2万も今もノーチャンスになってたりっていう情報をこっからもらえるという、全員が見れますこれは。なのでこっからも情報を探しながら捨て牌を選べるということになってますね。ということで僕が親からなったので僕から行くんですが、ここでもう一個この3人17の特徴だけ説明させていただきます。なんと1人上がりが出ても続行です。要は最後の1人が残るまでは2人でやります。3人、例えば僕が最初に上がりました、しかしこの2人は終わりません。17枚完走するまで行くんですが、上がった人は2人の手を見に行きます。そしてこの捨て牌候補にどっちも待ちがなかった場合ノーファイと言って、その局は時間の無駄になるので終了で流します。ただどっちかがどっちかの待ちを1枚で持ってて、これ切れなそうだなと思ってても何も言っちゃダメです。ありますと、どっちかの待ちは必ずあるので続けてくださいというのをジャッジするのが一番最初に上がった人の役目です。まあ高めの見物みたいなもんですね。じゃあということでやっていきます。で親の第1打は先ほども話しましたが誰もローンはできません。一番切りたい牌、自分にとって一番得だなっていう思う牌を切れるというラッキーアイテムなんで切っていきたいと思います。リーチということでどんどん始めていきたいと思います。こっからはねちょっとねかなりラフな戦いになってきますので、しばしお付き合いください。見ていいんですもんね。そうなんです。今ドップさんがいいこと言ったんですが、さらにこの3人17歩なんと手牌だろうがこの捨て牌候補だろうが何枚でも見せていいです。例えば今僕がシャアを2枚見せました。このシャアを2枚見せたということは僕はこのシャアをすごく切りたいけどシャア短期といるんじゃないかと思っちゃうとなかなか切れないんで、今シャア持ってますよ、ですごい切る範囲に困ってるとかの人たちにこのシャア持ってますよ、でシャアがもしハルちゃんが2枚持ってたら2
2人で日本鉄国士以外に当たらないから進めるねと言ってドッポさんを苦しめられたりできますっていう風な戦略的に見せることもありです。なんならシャアを1枚ずつ持ってた時は2人は切らない方がいいかもしれませんね。なぜならこの人は2歩進めるけどこの人は1歩しか進めないんでこの人が有利になるんです。手合いもなんなら間違いのとこ見せていかに上がりやすくするとかでも全然戦略的に OK というすごいラフなゲームになってますが、これがまた面白いんで見ててください。じゃあどうぞ。ここからはねちょっとゲームとしてやっていきますのでしばしお付き合いください。大丈夫、僕にとってないけど大丈夫、その手合い投資今確認しますけどローピンははるちゃんには通ってません。ただウーピンははるちゃんにも僕にも通ってるみたいな状況ですね。ウーピン切ってくれてもちょっとやばいけど大丈夫、僕に通ってないけど。投資で大体切る範囲に困ります。3人でやってると。これがまた17本面白いところで、制限時間っていうのは特にありません。どんだけ考えてもいいです。放銃しないようにした方がいいです。そう、これもね大事なとこなんですけど、1枚通ったら何枚でも先に切れます。ただ違う牌を間違えて先に切ってしまった場合、相手がロンだった場合、これはロンが成立になりますのでお気をつけください。今3巡ドボさん先に切ってますから、僕はまず1枚切ったらハルちゃんが1枚切るっていう風に合わせていかなきゃいけないんで、これ枚数で見えますので勝手に簡単にやれると思います。で今トンがね今4枚見えました。で僕は偶然にもペイ3枚のうちにペイを持ってます。なので国士にももうなくなったんでペイは完全安全牌になったんで切れます。わかったわかったわかった、止まってるでしょ。あ、見せる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 、何もドイツだから、何もドイツだったらもう2本ずつ進めるよみたいな誘導もできます。基本的に喋りは何を喋っても OK です。自分が上がるためにいかにどうしたらいいか、あるいは17歩完走するためにどうするのかっていうのがこのゲームの非常に大事なところになってきます。切ります、お願いします。ちょ、通ってないけど大丈夫、ドッポさんにウーピン通ってないけど大丈夫、これも結構困ってるねこの人。困ってるか釣りに来てるかどっちかなんですよ。でも一応もうリャンピン全部切っといて、タルちゃん何もしても、ほらあったらほら通るよ、俺には通るんだから。分かんないけどね通るかどうかは、シャア短期かもしんないけど、シャア2枚見せたらシャア短期もありえます、あります、あります、全然、うん、街を見せてもいいんです、うんうん、全然何を見せてもいいんで、なるほど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 、なるほど、そうするとですね、僕こうなるんですよね。これ、ね、17本うまい理由というのはやっぱりこれ1枚しか持ってなくて1枚見えてるってことは、大体どっちかが1枚持ったり、うんうん、あるいは統一で持ってるんでどっちかが進んじゃうんですよ。こういうことを覚えていった方がいいね。基本的に1枚で切っていったら進んじゃうのみんな、で、あんこ切ると当たるのよ。そういうゲームだな。あんこ切ります。当たんないの？大丈夫？ギリギリね。まいった、積んだもう積んだ、じゃあ積んだ、もう本当に。そうするとですね、僕ですよ、僕ですよ。そうですね、あと2枚あるんですね。いや、本当に積んでるのよ、うん、あっ、ダメだな、切り番で乗ってくんないと思うからちょっと待ってね。はるちゃんは先ほどね、ちょっと練習した時に三面ちゃんは多い、多面ちゃんは多いから両面はないとかいう話をしてたんで、基本的にすっごくこれ6球ピンっぽいんですよ。マジ6球ピンっぽいんですよ。これピンズいっぱい出しちゃえばなんか6球ピン釣れるんじゃないかみたいな感じなんで、これ僕9ピンはちょっとしまきます。で、やっぱり最初のゲームで地合い短期にする人って結局いないんですよ。なんで、ないっちゃいます。よっしゃぜー、通ったぜー。ここか、まあ、もう2回切らなきゃいけない。いや、俺、はい、1回か、親はね、親僕だから今、まいった、なんかどうかなったらちょっと最初に切ってよ。嫌がらせですみたいな感じもできます。もうじゃあ大体当たんないから。嘘でしょ。嘘だよ。で、これで一抜けというね、はい、のが入るんですけど、じゃあ実際裏ドラを見ます。はい、あ、ないですね。で、この数え方、これが大事なんですけど、1人目に上がった人も2人目に上がった人もとりあえず1抜け、2抜けは5点加算される。5点、ダブル2点、1抜け、2抜けで3点ずつ入るんで、ダブル1抜けで5点、その後に役があります。はい、で、ドライ1、ダブル1抜け、ドライ1だけですね、はい、役がないんで6点、はい、6点ですね。で、6点を払います、はい、で、このリーチ棒を最初に上がった人がもらいます。あ、で、僕チェックしますね。どう、チェックしに来てください。はいはいはい、僕はこのままちなんですけど、
どっちかね、このここに2人の間違があったらファイって言ってください。なんと、ノーファイ。嘘だろノーファイって言って、もし見せた時に、うん、あったら俺のチョンボ、あったらチョンボになって、うん、チョンボはこう相当罪重いです。30オールです。30点オールになるんで気をつけてください。例えば、たまにあるんですけど、この17本難しいので、考えすぎちゃって何を次切ろうかなってなってる時に自分の当たり絵が出てるの忘れちゃう時あるんですよ。これ本当にありますから気をつけてください。あとターハイね、上がってんすよ。え、何待ちみたいな。なんか上がってんのできてるけどみたいな時もあるんですよ。なのでそこを気をつけていただくのと、今ドッポさんの手配にちょっとあるんですけど、じゃあちょっと借りますね。はい、これ一番ゲーム性が大事です。この3人17個の中には、まあ本当に今花灰を吐くの代わりにちょっと入れてるんですけど、これ白ポッチでもいいです。1枚入れてください。この白ポッチくんはかなり重要な役割を担って、なんとこいつを見せて無筋、自分の町ではない無筋を両脇に置きます。いつ使っても構いません。こういう風に置けます。これで三巡しなげます。白として扱われてないです。白が町だとしてもこれでは当たれないです。こういう風に三巡しのげる守備くんです。こいつは鉄壁くんみたいなもんです。なんならこの白を、この花灰ですね、手配に入れて使った時、これは3点プラスされます。手配に使っても美味しい。これが自分の中にあるだけでかなり有利に進められるんで、まあ、この何回もねこの動画やっていきたいんですけど、これが誰かに入って誰かに使える時が来たらまた面白いゲームになるかなと思います。っていうゲームなんですけど、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。なんなら僕は何回でもこのゲームをやりたい、ずっと。皆さんちょっとルールまだ分かりづらいかもしれないですが、やってみていただけたらと思います。お二人どうですか、やってみて。難しいでしょうね。難しい。あなたは難しい。ドボさんどうでしたか。いや、僕は一回このゲームで鍋さんに辛酸を舐めさせられて性格の悪いことを考えるゲームなんだなっていうことが、そうです、まあ、前回やらせていただいてすごくよく分かったんで、鍋君よりも性格悪くなるようにちょっと頑張ろうと。だから春菜はすごく、はい、素直な子だなということは今日分かりましたね、うん、言われたことをちゃんと、ひまわりみたいな人、ね、色もそうだし ね。ということで皆さんいかがだったでしょうか。ぜひこのね17本はかなりみんなでやったら盛り上がると思いますので、お時間あったらぜひやってみてください。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。